YouTube、YouTube、裏技あるよ。ヒカキン TV Everyday。ハロー YouTube。どうもヒカキンです。はい、本日は、このそうですね、ここもそうですね、YouTube に裏技があるということで、実際に3つ試してみたいと思います。なんかね、 YouTube 裏技って調べたらすごいたくさんあるんですけど、こうするとうまく巻き戻しできるとかそういうのじゃなくて、何じゃこりゃっていう裏技を探しました。で、なんか古いやつだとね、もう使えなくなってたりとかあるみたいなんですけど、多分今使える3つを今日は試してみたいと思います。はい、こちら YouTube 来ました。そう、今回ですね、スマホ版じゃなくて、パソコンでの裏技です。スマホ版もね、あったらいいななんて思ったんですけど、なんかやっぱパソコンが多いみたいです。じゃあまずですね、この検索窓のところに、Use the Force Luke って打つらしいんですよ。スターウォーズのセリフだと思うんですけど、Luke、Force を使えって意味ですよね、これね。いきますよ。あ、てか出てきてる。Use the force Luke。 はい、これでいいのかな。 Use the force Luke。 いきますよ、せーの。検索すると、おー、あんにゃん、ちょっとなんかあれ一瞬目の錯覚かなって思うくらいなんですけどね、この左上のメニューもそうだし、こう動画とかタイトルがぐにゃんぐにゃんになってんの。ふわんふわんふわん。まさにこれスターウォーズコラボってやつだね。フォースの力でこれむにゃんむにゃんってなってるって感じ。そう、こういう感じの裏技がやっぱ好きなんですよね、僕。はい、じゃあ次行ってみよう。あ、てか酔うな、これ。なにこれ、ちょっと待って。カーソル動かすとこれ動き変わる、もしかして。ビヨーンってなんか、カーソルの方に近づいていくの、これ。矢印の方に。ほら、ビヨーンってなんか動いたりする、これ。変なの。はい、じゃあ次行ってみましょう。ああ打ちづらい、打ちづらい。はい、お次はね、なんか可愛いやつですね。同時メメって入力するとなんか可愛くなるらしいんですよ。いきますよ。同時。もう上に出てる、これです。同時メメ。はい、これ。いきますよ。せーの。検索。タイトルがカラフルになるって感じね。で、さりげなくこれ字体もなんかこれ可愛くなってるよね、こういうの。同時メメ、ほら、このメニューのところもカラフルになってる。まあそれだけか、これ。まあでも可愛いね、これも。なんか一時期 YouTube で話題になったなんか言葉なんだろうね、多分。同時メメ、この柴犬がいっぱい出てくるんだよね。はい、それではラスト、早くもラスト行ってみましょう。これ僕なんかね、言葉はめっちゃ知ってるんですけど、 Do the Harlem Shake って入れるんですよ。あれいつだろう、2年前くらいかな、ハーレムシェイクっていう曲が流行ったんですよね。いきなり踊り出すやつね、動画で。それを打つと面白いらしいよ。Do the Harlem、 これですね。さあ、行きます。検索。お、音楽流れてきた。ちょっとこれ流せないんですけど、再現しましょう。あ、 YouTube ロゴが動いてる。I'm doing the Harlem Shake。 すげえ揺れてる。懐かしいな、この音楽。僕もね、ビートボックスで大地くんと当時やったんですけど、すっげえ揺れてる。プルンプルンしてる。面白い。もう一回やってみよう。すげえ YouTube ロゴ踊ってんの、ほら。この手のリーダー。メニューがプニョンプニョンになってる、これ。YouTube ロゴが可愛い、これ。この手のリーダー。はい。終わりです。はい、というわけで、もしね、パソコンで YouTube を見る機会があったら、ぜひお試しください。一応概要欄にね、僕が試した、3つの裏技の検索ワードは載せておきます。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン、バイ。